日本ではコロナウイルスの死者数はこの2年間で2万人と言われています。それに比べて自殺者は1年間で2万人です。コロナウイルスで人と人との関わりがどんどん百化しており、自殺者はどんどん増えています。コロナウイルスで亡くなるのは主に高齢者ですが、自殺者は主に若年層です。今解決すべき、報道すべき問題は何でしょうか。自殺者も高齢者が多いんですけど、まあ、それは置いといて、僕はそのオミクロンになった以上、もう経済回す側に振っちゃっていいんじゃねっていうのを、まあ、ちょこちょこツイッターで書いたり言ったりしてるんですよね。で、去年ぐらいから実は言ってて、要はその人類ができることって、ワクチンを2回打つぐらいしかできることがないんですよ。要はその、コロナウイルスを撲滅するのは不可能ですと。だってあれ風邪なんだもん。もともと風邪のウイルスなんですよ。コロナウイルスっていうのは。ただ、新型コロナウイルスっていうのが、風邪を悪化させた後人を殺すっていう、めっちゃ悪質化したんですよ。でも、その風邪を撲滅することができなかったように、新型コロナウイルスを撲滅することは不可能なんですよ。で、ただ、ワクチンを2回打つと、その、既往症だったり高齢者でない人は、悪化して、なんか死んだりすることはほぼないよね、と。ただまあ、既往症だったり高齢者の人が亡くなる人はもちろんいますよ、と。で、ただもう、それ以上人類ができることってあんまりなくて、その、飲み薬とかって一応できたんですけど、まだ、治験中ですけど、ただ、飲み薬も、発症してから3日以内に飲まなきゃいけないとかなんですよね。で、結局、その、コロナかどうかの確認ってすごく難しくて、例えば今、フランスだと1日50万人が感染してるんですけど、50万人の人がコロナかどうかっていうのの、すぐに検査キット手に入らないんですよ。で、PCR 検査もすぐにできないんですよ。5日以内かな。なので、じゃあ5日以内にちゃんとコロナですっていうのが証明できて、で、病院行って処方されますっていうのが5日以内にできるかっていうと、なかなか難しいと思うんですよ。もちろんできる人もいると思うんですよ。っていうのがあったりするので、まあ、発症しなきゃ毎日飲んどきゃいいじゃんっていうので、イペメクシン飲んでるバカもいるんだけど、まあ、置いといて、なので飲み薬を毎日飲むとかって、そんなお金ないじゃんっていうのもあって、なので、どこかでやっぱり諦めることが必要なんですよ。で、ワクチンが2回打てばいいよねっていうのと、ただデルタはやばいと。そのデルタがインドで流行った時に、1日に数万人亡くなった日もあったかなっていうのがあって、そのデルタが広まったらやばいよねってあったんですけど、で、フランスももともとそのデルタとオミクロンが出始めた頃、去年の12月ぐらいだと、そのオミクロン 4% で、なんかデルタがなんか 30% でみたいな感じで、デルタが広まってやばいよねと思ってたら、もうオミクロン超絶優秀すぎて、デルタをほぼ駆逐したんですよ。今デルタフランスで 3% ぐらいしかいなくて、もう 97% オミクロンなんですよ。で、オミクロンってワクチン2回打ってると、もうあんまり死ぬことないよねっていう状態なので、そうするとデルタがなくて死なないんだったら、もう日常に戻した方がよくねっていうのがあって、フランスって昨日が40万人で、一昨日が50万人感染してるんですけど、もう日常生活しようぜっつって、2月からはディスコも OK だし、ライブとかもワクチン打ってるんだったら自由にやってくださいっていうので、もうこういう風に人類は生きていくよねっていう方向を決めたんですよ。で、まあ、アメリカとかもそんな感じで動いてるんですけど、で、ただ日本の場合って、オミクロンでそんなに重症化しなくて、1日に7人とか今亡くなってる状態なんですよね。で、日本人って1日に3000人亡くなるんですよ。癌だったり、心疾患だったり、まあ、高齢だったりみたいなので。で、まあ、自殺もいるんですけど、で、1日3000人亡くなる中で、コロナで7人亡くなるぐらいって、許容範囲じゃねって話なんですね。コロナの前に、新型インフルエンザっていうのが流行っていて、で、新型インフルエンザで1年間に1万人ぐらい亡くなってたんですよ。まあ、まあ、シーズンもあるので、まあ、3ヶ月ぐらいの間に1万人亡くなるんですけど、あとは、鳴らすと1日30人ぐらい亡くなりますと。で、新型インフルエンザって1日30万人、あ、1日30人ぐらい亡くなってたんですけど、じゃあ、新型インフルエンザ怖いから、飲食店禁止とか、カラオケボックス行った方が良くないよねとか、大学行かない方がいいよねってなってましたかっていうと、なってなかったじゃないですか。なので、ワクチンを打った以上は、オミクロンが流行ってる間はもう自由に暮らしていいんじゃないと。で、そのオミクロンが強毒化しました。デルタみたいにいっぱい人が死にますってなるんだったら、これやべえやっていうので飲食店閉めるとか、学校閉めるとかもありだと思うんですよ。でも、オミクロンの段階であれば、もう別にこれ許容範囲じゃねっていう。で、オミクロンがどうなるかわからないじゃないかっていうのが割と日本の人で言うんですけど、もうアメリカとかフランスとか他の国がオミクロンどうなるか大体証明してるんですよ。で、イギリスってもうオミクロンのピーク終わったんですよ。今感染者数どんどん減ってるんですよ。なんでかっていうと、みんな感染しすぎたから。で、一回オミクロンに感染した人はもうオミクロン感染しないので、なので感染者数どんどん減ってるんですよ。で、フランスも1月の12日以降、重症化ベッドの患者数は減ってるんですよ。まあ、減ってるとか横ばいね。まあ、その1月12日が 79% かなんかで、ベッドの埋まってる割合が。で、そこからはずっと横ばいで 79% 超えてないんですけど、もう、40万人とか感染してても、重症化ベッド増えないんですよ。なので、あ、じゃあもういいじゃん。ピークアウトしたから、もう今までどおりに生活しようぜっていう判断が出るんですよ。日本も多分これからどんどん感染者が増えますと。で、今日本が3万人とかかな。
で、あのフランスの倍ぐらいの人口があるので、であとその前よりもそのなんかあの自粛しなくていいんじゃねっていう空気があるので、多分来週ぐらいにはもう日本でも10万人感染しましたってなると思うんですよね。で、多分メディアの中ではそのオミクロン怖えとか自粛しなきゃとかマンボウなんか日本中にとかってなると思うんですけど、多分その割に人死なないよねっていうのが、まあ、数字として出てくると思うんですよね。あと多分あのね、起きるのがあの日本の場合ってコロナに感染した人って隔離しなければならないというルールがあるんですよ。フランスの場合ってコロナになったとしても、はい、自宅で勝手に我慢してください。要はその、50万人感染してて、50万人全員入院できる場所なんてないんですよ。あのフランス人口があの5000万人なんですけど、その 1% の人を全員隔離するって無理じゃないですか。だから自宅隔離なんですけど、で、多分日本もその、じゃあ1日3万人とかっていう感じで増えてったら、1日3万人を隔離できる場所なんて日本もないんですよ。なので、しょうがないから隔離できないですよね、と。で、そうすると家庭の中で全員に広まります。あのオミクロンは感染力強いので家庭にはみんな入れます。なので3万人が5万人になり、でそのうち気づいてない人が学校とか行っちゃって学校で広まって、あの学校内クラスターみたいなのがなってって、まあ、フランスもそうなんですけど、というので多分5万人8万人って増えてって、これ全員隔離するの無理だよねってなって、この後に起こるのが働くやついなくなる問題なんですよ。いや、そのアメリカとかフランスとかは、まあ、そのコロナはまあしょうがないと、ただ濃厚接触者も働いちゃいけないよねってしてたら、もうあの濃厚接触者だらけで病院で働く人いなくなっちゃったんですよ。いや、その病院で働くと、まあそのオミクロンに感染する確率も高いし、で普通に生活してて、例えばあのお子さんがいます、で保育園に通ってる子供がいますっていうと、保育園とか幼稚園はほぼオミクロン感染しちゃうんですよ。だってあの子供にその感染対策とか無理じゃないですか。そこら中のベロベロなめるし、だから誰か一人感染者が行くと、あの幼稚園とか保育園はほぼ大体感染広がるんですよ。でそうするとその保育園の中で感染して親も感染しますとか、その保育園とかあの幼稚園の先生とかも感染しますってなって、はい、じゃあもう休校ですみたいな感じになって、休校しちゃってるから、じゃあその親御さんとかも会社行けません、病院で働けませんってなって、で結局病院で働く人も減るよねと、で働いたとしても感染広めちゃいますよってなって、労働者いないよね問題になっちゃって、もう濃厚接触者は働いていいんじゃねっていうことになったんですよ。一応3日間だけ当たれちゃいけないのかな今っていうのもあって、ね、でまあ濃厚接触者でも別に PCR 検査であのなんかネガティブだったらもういいんじゃねみたいな感じになって、で濃厚接触者だけど働くっていう人がいて、で PCR 検査ネガティブだけど実は菌持ってますみたいな人がいて、その人がバンバン広めるっていう形になって、まあ、どんどん感染者が増えるんですよね。っていうのが多分日本でも全く同じ状況になっちゃうと思うんですよ。なので止めること無理だよねと。でそのなんかまん延防止法みたいなのをやってて、であれがその発令した時がなんか日本で9000人とかで多分発令してると思うんですよね。で、あの9000人で発令しちゃった以上は9000人以下にならないと多分まん延防止を止めるという判断になれないと思うんですよね。なんでそうすると、まあ感染者多いけどこれいちいち隔離してたら切りなくねとか、働く人いなくならねとかなったとしても、まあでもまん延防止対策法は止めることできないよねみたいなことになって、なんかずっとそれの制限をして、飲食店って結構仕事がまあ売り上げ上がらないよねとか、なんかあの働いてる人が飯食えなくて、なんかずっと冷めた飯をコンビニ飯を食うみたいな状態が続いて、でそのまあ輸出入もできないし外国の人たちも来ないので、じゃあ物はどんどん入ってこなくて、じゃがいもも入ってこないし PC のパーツも入ってこないし、で医薬品も入ってこないけど、まあしょうがないよねっていうことになるんじゃないかなと思ってます。